ちは34からですね。で、これは、これ叩いて、これ叩いて、これ叩いて、いや、これ叩いて、なんで？違うぞ。違うな。忘れた。なんかね。あ、こうだ。わかんないよ。次。これを叩くと、ってなるので、それ以外を全部消せるようにしたいね、かな？でも一本の線にはならないので、なんかいろいろやってこの直線上に乗ってればええんちゃうってことね。先にこれを打っちゃうとこうなって、そうだね、こことここで分離するからそうならないように。足りないね。下に下げてもいいのなら下げちゃうけど。なんかすごい無駄が残ってますよね、あっちこっちに。そうなるのか。これじゃ足りないな。どうしよっかな。なんとかはなった。やりたいことがわからん。どうやって？
発で2箇所に同じタイミングで入るようにしないとダメってこと？つまり1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、 どっから数えた？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、 こことここに同じタイミングで伝達用だから。で、こんなのがあるのね。これがここにあって、1,2,3,4,5,6,7。1,2,3,4,5,6,7。1,2,3,4,5,6,7。まあ、それが一番硬いかな。あとは倉庫番力ですよね。倉庫番か。あらかじめなんかやっとくみたいな感じでもないかな。まあ動いてみるか。これ同士を隣同士にするとえらいこっちゃなので、まず一周ぐるっと回ってこれるような仕組みが欲しくてできたので、これをとりあえず左に持ってきたいかな。うわ、ちょっと待って、あれ、スタートはそうなるんだ。あ、そう。ん？スタート地点がずれている。途端に厳しいね。1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6。答えで求めてることがやっぱり同じなんだとしたら、スタート地点が1個ずれてる時点でアウト。スタート地点をここにするべきか。ここで 1,2,3,4,5,6 と7個。こことここにこうやって連結させればとすると、どうやって俺がここに入るんじゃ。でもこの場所がずれてたらね、あれは叩けないわね。と思ってるけどね。こいつら厄介だよな。これをどうしようかな。なんかそれ以外ならガンガン埋めていけるんだけど、あ、そのここも変だな。ここはあれか、どっちかをこうやって持ってきて、片方開けてからも片方に埋めないといけないみたいなやつ。めんどくさいステージ来たな。これはなんだ？最終形は多分合ってて、問題はそこに至るまでの過程よね。スタート地点が、その、どうしよう、ずれてる可能性を考えるべきか？スタート地点がずれてても、発火するなら発火するって感じで考えると、どういうアイデアがある？スタート地点がずれてても発火するかどうかは、何があったらそうなる？このじゃって言うまでは余裕があるのか。ここまだ道残ってるもんね。ああ、じゃあ、プラス2マスまで、ならずれてもいいんだ。スタート地点ずれていいんだ。
ややこしいな。じゃあ別にこいつここじゃなくていいわけだから、この辺にいればよくて、あってその辺にいればよくて、まあ、ここからプラス2というか、この中心から2マスまでならずれてもいいよぐらいの位置にこいつがある状態の倉庫版をひたすら考えられれば勝てると言ってます。そんなことを人間にやらせようとしてます？この物体を取るためには片方を全部救わないといけないので、下側から救えるようになれば、全員これ全部下からグワーって持ってきて、これを上にやるみたいな機構も作れなかないけど、上を潰してもええじゃないか。待て待て、本当にそんなことできる？これがここに来たら、ここに溜め込むだけだもんね、それって。全然良くないですよ、多分。え、全然動けない。なんだこれ。なんじゃこれ。ここが開いて、これをここに差し込むだけの状態になったとして、こう通れるようにしてる方がいいのかな。ここは通らなくなっ、これ邪魔なんだけど。でもこれがここで結ばっちゃうのも変だよね。っていうか、これが一個左にずれると、違う、右にずれると上に行けるか。いや、そんなことできない。厳しいな。ゴールの形がわからない状態で、この作業は厳しいな。左側のこいつを開けるとちょっと息しやすくなるんだけど、もうすでに上はここが詰まってちゃうので、これをここに挟んで終わりになっちゃうんだよね。で、下はもうここに物を持ってくるみたいなことはできないから、結局上と下が断絶してるんちゃうんっていうふうに見えますよね。
真ん中を通す以外そんな脇道でこのスタートのブロックをこの辺に持ってきても成立は一応するっちゃするけど、こいつらが死ぬか、こいつらがいるからなんか真ん中にしたいという欲求があるけど、絶対正しいかと言われると全然そんなことないかもしんないし、ちょっと待って、本当に本当に一発しかない？ディレイがあるから、ディレイがあるけど2発は必要。壁になるっていうか空白になるから次が打てない。2つ以上余るからダメ。うん、やっぱ言ってることは合ってると思うんだ。あとはスタートの配置方法。とっととここを開けるべきだな。それをやったらここがなんか動き始められるから、あれをそこに置くまでにこいつらを、こいつも下にやっていいかな。ここが通れると嬉しいのはなんでだろう。真ん中が通れない。いや、これを上げてもダメだな。死ぬな。これを下にやっ、やってもいいかもしれ、ちょっと待って、待て。これをこうすると真ん中に持ってこれなくて詰むと言ってますよね、私。それをして無事なのが、そんなもん、上から積むしかないんだ。この赤いのをどかして上からこの赤いところにどんどん詰め込むってことができると勝てるらしいんだけど、もう積んでますね。赤色を上に持ってったら動かないでしょ。赤色ここで固定はあるかな。シングル倉庫版パワーだ。なんかこのゲームそのもののギミックはあんまり関係ないね。隣接させてはいけない倉庫版っていうのの難しいやつをやってるだけだ。まあこれここ入れたらか、入れると開くから、ここが開くとこれが開い、ちょっと開いてここは通れるようになったりして、これが上に行くときにこいつが邪魔なのよ。今度はこれがいらないんだよな。これ上に上げると詰むので、これは上に上げられなくて、これを上に上げるためにはこの左側の通路を開けないといけないためには、このブロックを上に上げないといけないわけで、これかこれが動く時点でここを一つながりにしようねっていう計画は破綻する。そもそもここに入れることはまずできんし、ここに入れることはできんのよな。ここにも物を置けないでしょ。ここはこういけるんだよな。で、それをやるには、こいつが一人毒必要があるよね。そんなスペースないくない？こいつが毒ためにはやはり、この真ん中、ここを開けるしかない。開けるしかないってことは、いや、これもう壁で使っちゃうってありえる？これで数足りるならいいよ。数
数足りるんかな。てか壁に使う意味なかったわ別に今の。どっちかは上げないといけない。で上げたところから書き出すのを3個やったら、やったら書き出した逆だ、今こうしたのであれば、ここを上から下に詰めろよと言ってて、それはつまりこれを右に押して左に押さないといけなくて、ってことは下にあるブロックを書き出さないといけない。書き出す1、2、3個、1、2、いや今これを動かすだけで開通はするわ。これで開通するので、開通したなら邪魔だな。下げ、うん、大丈夫か。まあ、どうせそこ通れないしね、もうすでに。こうして。なんちゃうね。これなんでここに持ってきたかったのかわかんなくなっちゃった、今度は。これをここに持ってきたかった理由はなんだ？持ってくる意味なくなってるんだけど。いや、別のブロックを取り出すためなのか。わからん。ここでとりあえずブロックの運搬、上と下はできるから。わかんない。もうあと感覚でやってる今。上に一個。塞ぐのは後にしよう。これができればできるね。できた。できたけど、あれはちょっと難しすぎ。難しすぎ。こういう難易度の上げ方になっちゃうのか。パズルというよりは、ただ複雑さでやってきてるね。わからんよな。これなんだ？緑色は優先して破壊するしかなくて、緑色を壊したところに、それが、いやでも、壁スタートだとしても緑色はどうせ壊れないので、緑色をできるだけ緑色をたくさん使えるようにパーツが、これはなんだ、ああそうなる、パーツ残したいわけだよね。嫌な、どこにあんなこの二人。マジ？こんなんできんの？え、こんなんできる？
めちゃくちゃブロック必要じゃん。緑色のパーツただ壊すだけでこんなに使うの？え、なんそれ？なんそれ？この緑を全部一続きにできるような動きがあるっつってる。壁を使えば消せるやつもいるけど、壁を使えば消せるやつもいるけど、青色貴重だよな。でも これキーンで別のやつを消したところでここが残るんだから、どうせ。うわぁ、そういう残り方するやついる？いるのか。壁ペアは、これはなんかどれが残っても、しょうもない。これはスターターが残る。まあでも圧倒的に足りないのはやはり事実では？トレンシ、圧倒的に足りないのはやはり、どうすりゃいいんだ。いけてここまで。いや、このステージクリアできる気がしねえ。トライアンドエラーの数が多すぎるぞ。うわー、ラス2か。最終これ。スタート2回。魔法もうないね。緑とくっついてるブロックは外せる。緑側からだとスタートしてしまう。これはもうダメか。
トライアンドエラー以外の解放がなさそうだなという印象が、多分正解。理屈でいけるもんあるだろうか。一番下を残してる意味ないんだよな。オレンジ色ね、なんかこの辺に持ってこれればこいつとこいつは分断できるん。こことここにオレンジ色が来るとみたいなことまで考える。そうすると3個パーツは開くんだけど、こことここは壁になるから、結局その3個のパーツって動かせなくて終わっちゃうんだよ。足りない。一番下を残したのが悪い。一番下を残さないためには右、いや、右下残るな。何をしたって右下のパーツは消えるか、このままだと。
そんなことない。ここに持ってくるのもしんどいな。それだったらこの辺残ってる方がまだ有意義だったりするかしら。下のパーツと上のパーツをつながるようなオレンジが入ると強い。赤色を残さないべきな気がする。赤を消滅させる。そうすると上に残る。上に残る。最初のある程度の2手ぐらいでなんかもうクリア不可避か不可が決まるな。あまりに遠いところを残しちゃうと多分無理でしょっていう状況になる。具体的に言うと一番下のラインと一番上のラインをどうやってつなげるっていう話。厳しそうだよね。当然のように残る。やめよう。こういうのは僕は苦手だからやらない。どっちかというとなんかこういうどうすればいいのかなっていうのを考えられるステージの方が好きだから、こういうのがねマジでダメです。僕はね、取っかかりがないパズルはあんまり楽しくないからやめる。どうしようかな。残り2つしかね答えが載ってるらしいのよね。だからそれを見ながら
このステージの答えは、これをやって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 、からいける？残しておくと壁があるから、壁を、いやダメだな、緑色は全部残さないといけない、いや、取らないといけないから、ダメじゃね？なんか間違えてる。答え見ながらやります。こうして、こうして、こうして。最後逆だったんだ。こっちか。これでよかったんだ。なるほどね。このステージは、こうして、
ちょっと待って、違うな、これをここでやるんだ。え、ごめん、ついていけない。ちょ、わからん。いや、こうして、こうして、これをここ持ってきて、こうし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 て、こうするとできるらしいです。無理。無理。なぜ無理かというと、頭使えないからです、このステージ。このステージと一個前のステージはね、頭使えないんだよな。どうやってこれの最終形を思い浮かべます？だって。っていうふうに僕は考えるんだよな。ここはまだ、何をするべきかのゴールが見えてるから大丈夫。そういう意味で、ここはね、ゴールが見えなかっただけで、ステージ自体はいいステージだったんよ。ちょっとこのラストは、僕はね、好きではない。好きではない。そら難しいに決まっとるやろう。以上の感想がないから。いやー、そっかー、なんか、そうなっちゃったかーっていう感じで、ちょっと惜しさがあるゲームでした、僕のにとっては。ギミック自体は、なんか突飛で面白い感じだったので、もっと、なんだろうな、どのステージが面白かったかな、やっぱ23が一番ハマったし、一番盲点だったから、パズル的には面白かったかな。あとはあれよ、あの、横長のステージ。どこだっけ。あ、これか、ここかな。ここがパズル的に面白いかなって思えるようなステージだな、僕の考える。ここでその、もう総当たりみたいなステージではないじゃん。絶対何かを、作者の意図を実行する必要があるわけだけど、それをやるためには一つ気づかないといけないものがあるっていうのでいいステージ。このステージはゴールが見えてるもんね。まあ、とにかくこれを起動したときに、全部消えるように仕掛けないといけないよねっていうところまで見えてるから、ここは自分は好きなステージでした。まあという感じかな。ちょっと最終ステージこれはまあねそりゃそうだよね。お疲れ様でした。